ジュゼッペガリバルディ級装甲巡洋艦。ジュゼッペガリバルディ級装甲巡洋艦は、イタリア海軍の装甲巡洋艦の艦級。本級は、イタリア海軍では二等戦艦として建造された。海外では、装甲巡洋艦に類別本級は、列強の装甲巡洋艦の中では小ぶりであったが、攻撃力、防御力、速力ともによくバランスが取られて設計されており、そのため、 建造途中にアルゼンチン海軍やスペイン海軍に売却され、五番艦にして、ようやくイタリア海軍が取得できたというエピソードがある。アルゼンチン海軍に売却された6隻のうち2隻は日本海軍に売却され、日露戦争で活躍した。本級はイタリア海軍が発注したが、他国の海軍がイタリア海軍よりも先に購入した。これは、 イタリア海軍の方針では、民間造船所の育成のために、海外からの発注を先に受け入れ、より出来の良いものを代官として、同じ条件で発注する仕組みを採用していたためで、ある。このために、本級の同系艦は先行グループ7隻のうち4隻が、アルゼンチンに渡りガリーバルディ級装甲巡洋用艦とし、収益1隻が、スペイン海軍にて、クリストバルコロンとして収益。 残り2隻が当初に契約により、イタリア海軍にて、ジュゼッペ・ガリバルリ、バレーゼとして収益した。さらに後期グループ3隻が追加建造され、このうち2隻はアルゼンチンが購入したが、大日本帝国海軍に転売されて、カスガが多層工事務用館、カスガと日清となり、残り1隻は、イタリア海軍にて、フランチェスコ・フェルッキオとして収益した。基本設計は、 同年代の全土級戦艦、エマニュエレ・フィリベルト級の艦型を小型化し、装甲を減じ、代わりに速力を増加した艦として、設計士艦、エドアルド・マスデアの手によりまとめられた。船体は全級に引き続き、平ら艦型船体で、艦首には鋭角な昇格、ラムがついている。船体形状は、当時の主流である平ら艦型船体で、 水面下に昇格を持つ艦首から、全部簡単上に、本級の手法として、アームストロング1898年型 25.4cm40 後径法を、くさび型の単素砲塔で一機を配置。環境構造は、司令塔を下部に組み込んだ船橋を両側に持つ、箱型環境の背後の2本煙突は、機関の間質分離配置のために前後に離されており、 船体中央部に2段の見張り所を持つシュマストが1本立ち、角、見張り所には耐水来艇用に4.7センチメートル、炭素気泡が前後に1機ずつ配置されていた。煙突の周囲には艦内への吸気用としてキセル型の通風塔が建てられており、その外側には艦載艇置き場となっており、シュマストの基部についたクレー日記により運用された。 後部看板上には 20.3cm 連装砲塔が後ろ向きに1機配置。本級の副砲として、アームストロング1892年型 15.2cm40 口径速射砲が棒立てのついた単装砲がで、原則看板上に背中合わせで片元2機、原則ケースメート配置で5機の計7機配置され、計14機14門搭載された。 本級の手法は、当時のイタリア海軍でも艦砲は、アームストロング社に一任してあったため、本型も、アームストロング1898年型 25.4cm40 口径砲を採用した。その性能は 227kg の砲弾を、最大行角20度で 18000m まで届かせられた。この砲を新設計の単装式の砲塔に収めた。 砲塔の不行能力は、行角20度、深く5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に1.5発であった。本級は、副武装として、 当時の日本海軍の防護巡洋艦、高砂や装甲巡洋艦の手法に広く用いられていたアームストロング1904年型 20.3cm45 口径速射砲を採用していた。その性能は 113.4kg の砲弾を最大行角30度で 18000m まで届かせられた。この砲を新設計の連装式の砲塔に収めた。 砲塔の不行能力は、行角30度、深く五度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右125度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。副砲は、建造元のイタリアが、イギリス企業に依存していたため、 アームストロング1892年型 15.2cm40 口径速射砲を採用した。この砲はイギリス全土球戦艦、ロイヤル、サブリン級やイタリア全土球戦艦、レウンベルト級の副砲にも採用されている優秀砲である。その性能は 45.3kg の砲弾を最大行角15度で 9140m まで届かせられた。 この砲を単装砲がで、原則ケース名と、砲角配置で片原7機ずつ、計14機を配置した。不行能力は、行角15度、不角3度である。旋回角度は、原則方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に5から7発と速かった。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロング 7.6cm40 口径単装速射砲を単装砲がで、片言5機ずつ、計10機、近接戦闘用としてこの時代の軍艦に広く採用された、フランスのオチキス射のオチキ 4.7cm40 口径機砲を単装砲がで6機装備した。 対艦攻撃用に45.7センチメートル水中魚雷発射管を原則部に、単装発射管を片源2機の計4機を配置するなど、小型の船体に数多くの武装を配置していた。本艦の防御力は排水量の割に優秀で、原則走行は末端部でさえ80ミリメートル、中央部は150ミリメートルにも達する重厚な水栓武装甲を持っていた。 砲塔防御も、前盾が1 5 0ト、mm、ルもあった。アルゼンチン海軍に売却された2隻は、主砲は2 5 4トル、40口径単装砲と2機に統一されていた。日本海軍に売却された2隻は一番艦、カスガは本級と同じく2 5 4トル砲と2 0 3トル砲の混載であったが、二番艦、日清は、 日本海軍の装甲巡洋艦の主兵装に合わせて20.3センチメートル連装砲塔を2基に統一された。これは主力艦数に書くアルゼンチン海軍では純主力艦として強力な砲が望まれたのに対し、あくまで本級を装甲巡洋艦として使用する日本海軍では威力よりも発射速度の速い20.3センチメートル砲を優先していたという違いである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。